幸せという意味がありまして、皆さんに幸せを届けたいという思いで去年の秋頃から活動しております。はい、最初にお届けした曲はあなたに恋をしていましたでした。ありがとうございます。もう僕ら、もう全員同じ学年で高校3年生なんで、もう今年受験なんですね。もう一応受験生なんですね。280日、あと280日ぐらいでもうセンターになっちゃうんですね。このところ何してんだって話なんですけど、まあ、まだ大丈夫。今はちょっと勉強のこと忘れて、ちょっと僕らの曲を楽しんでいただけたらなと思ってます。今日実はですね、栄の方にホイホイっていうパンケーキ屋さんがあるんですよ。でそちらにもう同じグループ名、たまたま同じグループ名で、もうこれは行かなきゃいかんと思ってちょっと行ってみたんですね。もうそれでまあ、それこそパンケーキを頼んだんですけど、頼んじゃったんですけども、まあ、それがですね、もうこうナイフを入れたらもう弾力があって、もうフォークで口に入れたらもうとろけですね。もう綿毛だと思って、なんかパンケーキなのか綿毛なのか分かんないくらいで、ちょっとこんな美味しそうな話をしてたらちょっとね、お腹がスクランブルエッグなんですね。Good night.
トゥートゥープマッシュリシェリーに口開けほやほや。